皆さん、こんにちは。12日5日に突然亡くなった千葉雄介の本当の死因は何？今日は千葉雄介さんのことについて紹介します。まずは千葉雄介さんの経歴とプロフィールから紹介します。千葉雄介は90年代にデビューしたロックバンド、ザ・ミッシェルガン・エレファントのボーカルとして知られるミュージシャンです。ザ・ミッシェルガン・エレファント、通称ミッシェルは圧巻のステージパフォーマンスを武器に熱狂的な人気を集め、横浜アリーナで前代未聞のオールスタンディングライブを開催するなど、90年代を代表するロックバンドとして活躍。音楽番組ミュージックステーションで女性デュオ TATU がドタキャンした際に、すでにステージを終えていたミッシェルがリハなしでもう一曲披露して大興奮を巻き起こした伝説の夜も有名です。大学在学中にバンドを結成し、インディーズでの活動を経て、1996年2月1日にシングル「世界の終わり」でメジャーデビューしました。元ミッシェルガン・エレファントのボーカルで、バンド「ザ・バースデー」のボーカルでギターの千葉雄介さんが、11月26日に死去したことが分かった。5日に公式サイト及びインスタグラムで報告された55歳だった。千葉さんは今年4月に食道がんを公表し、休養していた。千葉雄介に関しての大切なご報告と題し、かねてより回復に向けて懸命の治療を続けてまいりましたが、思いかなわず2023年11月26日に家族に見守られ穏やかに息を引き取りました。静かに見送りたいとのご意向により、親族とメンバーで葬儀を取り行いましたと報告した。今年4月24日に食道がんを公表し、治療のため休養中だった。春先の療養のご報告から約半年、たくさんの心強く温かい励ましのお言葉をいただき、静かに見守っていただいたことに感謝いたしますと綴られた。そしてお別れの会を設けさせていただきたく、準備を進めてまいります。こちらに関しましては改めてご案内させていただきますとし、千葉雄介への数々のお大いなるご支援に深く感謝申し上げますと記された。千葉さんは2003年に解散した人気バンドミッシェルガン・エレファントのボーカルとして活躍。その後バンドザ・バースデーを結成し、ボーカルギターとして活動していたロックバンドザ・バースデーのボーカル兼ギタリストである千葉雄介さんが2023年11月26日食道がんで亡くなりました。55歳の若さでこの世を去りました。千葉雄介さんは1996年にザ・ミッシェルガン・エレファントでデビュー、2003年に解散、2005年9月にロックバンドザ・バースデーを結成しました。大ヒット映画ザ・ファースト・スラムダンクのオープニング主題歌ラブロケットズを担当し、国内外で多くのファンに支持されています。千葉雄介さんは今年の4月に食道がんと診断され、治療に専念するために休養していたと発表されていました。闘病生活は約7ヶ月間続きましたが、最終的には回復せず、家族に見守られながら穏やかに息を引き取ったと報告されています。千葉雄介さんは長年にわたり喫煙者であり、酒好きとしても知られていました。インタビューで、仲間内の中では吸い始めたのは俺が一番早かったね、なんで吸い始めたのかな、覚えてないなと話しています。タバコを始めて、その後ほどなくしてバンドも始めたそうです。千葉雄介さんは酒好きとしても知られており、あればあるほど飲んじゃうんだよと語っています。千葉雄介さんの飲酒伝説を紹介します。デビュー前のコンベンションにて悪酔いして、お前らがロックをダメにしてるんだと叫び、関係者を絶句させる。98年フジロックに参加した時、泥酔しファンに囲まれても逃げることができなかったため、スタッフに車に押し込まれ強制退去させられた。イギリスでレコーディング中に全裸に靴下だけ履いた状態で海に飛び込む。最後にパンツを流す。喫煙は食道がんの最も一般的なリスク要因の一つです。タバコの煙に含まれる有害な化学物質が食道の細胞に直接損傷を与えることができ、長期間にわたる喫煙は食道がんのリスクを大幅に高めます。アルコールの過剰な摂取も食道がんのリスクを増加させることが知られています。アルコールは食道の粘膜を刺激し炎症を引き起こすことがあります。
これにより細胞の癌化が促進される可能性があります。喫煙とアルコールの同時使用はここに行う場合と比べて食道癌のリスクをさらに高めるとされています。この組み合わせは食道の細胞に対する損傷を増大させる可能性があります。食道癌は食道の組織に発生する悪性腫瘍であり、進行すると食事の摂取や呼吸に影響を及ぼす可能性があります。食道癌の一般的な症状には飲食時の痛みや不快感、体重減少、全身の倦怠感などがあります。公開情報からは千葉雄介さんが以前に他の持病を抱えていたかどうかは確認できません。しかし千葉雄介さんの音楽活動の活発さを考えると、食道癌の診断まで特に健康上の大きな問題を抱えていた可能性は低いと推測されます。千葉雄介さんの入院歴に関しても公に詳細は明かされていません。食道癌の診断後、4月に治療に専念するため活動を休止しました。食道癌の治療は癌の進行度によって異なりますが、手術、放射線療法、化学療法などが一般的です。これらの治療は入院を必要とすることが多く、特に手術後の回復期間は入院生活が長引くことがあります。千葉雄介さんの死去はファンや音楽界に大きな衝撃を与えました。千葉雄介さんの音楽への情熱と才能は多くの人々に影響を与え、千葉雄介さんの死によって生じた喪失感は計り知れません。千葉雄介さんのご冥福を心からお祈りします。千葉雄介さんですが、1999年にご結婚されたそうです。ここで気になるのが、千葉雄介さんの結婚相手は誰なのかというところです。千葉雄介さんの結婚相手ですが、詳しく公表されていません。おそらく一般の方と思われます。一般の方であれば、プライバシーの関係で、名前や顔写真の公表などはされない可能性があります。ただ、千葉雄介さんの結婚相手に関して名前が、かおりさんという名前なのでは?と言われているようです。その理由としては、千葉雄介さんのプライベートに遭遇された方が、一緒にいた女性に向かって香りと呼んでいたのを目撃されたようです。このことから千葉雄介さんのお嫁さんの名前が香里さんなのではと言われるようになりました。ですが詳細は分かりません。そして X でも千葉雄介さんとお嫁さんの目撃情報がありました。千葉雄介さんが綺麗な女性と手をつないで歩いていたようです。投稿が2016年なので、きっとお嫁さんと手をつないでお出かけしていたのですね。これらのことから、千葉雄介さんのお嫁さんは、香里さんという名前の可能性が高い、綺麗な女性だということが分かりました。千葉雄介さんのお嫁さんに関しては、情報が入り次第お知らせいたします。千葉雄介さんと結婚相手の出会いや、馴れ初めは何だったのでしょうか。こちらに関しても詳しい公表はされていませんでした。二人の出会いについては知人の紹介、学生時代の友人、後輩先輩関係、仕事先の関係など様々なことが予測されます。一部では大学時代の彼女や雑誌のライターなどとも噂があったようですが、真相はわかりません。二人の慣れ始めについては語られていないのですが、千葉雄介さんが結婚を決めた瞬間はファンの間で有名のようです。どうやらお酒に酔っていた千葉雄介さんは気分が悪くなってしまったようで、戻してしまったそうです。戻した際にお嫁さんが手で受け止めたんだとか、そのことが結婚を決めた瞬間だったんですね。確かに綺麗なものではないものを受け止めてくれたと思うと、自分の中で少し意識が変わるかもしれません。千葉雄介さんとお嫁さんの出会いや慣れ始めに関しては、情報が入ってきたら追記していきたと思います。千葉雄介さんと結婚されたお嫁さんとの交際期間について調べてみましたが、こちらも公表されていませんでした。一般的に交際している方との結婚までの平均的な期間は 3.6 年だそうです。ある程度の期間交際をされて、年齢のことも考え結婚に至ったのでしょうか。こちらは憶測となりますので、詳細は不明です。千葉雄介さんと結婚されたお嫁さんに子供はいるのでしょうか。千葉雄介さんのお子さんに関しては調べてみましたが、詳しい情報がありませんでした。1999年にご結婚された二人は2023年で
約24年もの結婚生活になります。お子さんがいてもおかしくありませんが、公表されていないのかもしれません。それかお子さんはおらず、二人の生活を楽しんでいるかもしれません。これに関しては、真相はわからないので、もし情報が入ってきたら追記していきます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。